森重宏一月七日隊は、日本の陸軍軍人、航空自衛官、歴史学者、第17代航空幕僚長、第16代統合幕僚会議議長、旧日本軍の軍服を着用した、自衛官としては最後まで自衛隊に在退していた。在職中から、日本史好きで知られており、山大国研究では少数派の北九州説を、を、唱えた。東京生まれ、 父が陸軍技術将校だったことから、その影響を受けて1941年4月、大阪陸軍幼年学校に入学。1944年2月、陸軍余可士官学校へ進み、翌1945年1月、航空要員の増強により、陸軍航空士官学校へ、同年8月、旧満州へ飛行訓練に向かう途中、元山で終戦となる。 実際には、終戦から5日遅れの方であった。ソ連軍の進行で100キロを徒歩航軍で配送した、苦い思い出を持つ。戦後は、大阪市警の警察官として勤務した後、1950年9月、警察予備隊に二等警察として入隊。航空自衛隊発足と同時に、転換、1956年5月から7ヶ月間、回マイナス 86AF の訓練で、 米国に留学、その際、夜間飛行訓練中に雷雲によるコンパスの故障と燃料切れによりアリゾナの砂漠にベールアウトし、3時間くらい砂漠をさまよった経験を持つという。その後、空爆防衛課長、第7航空団司令、北部方面航空隊司令官を経て、航空爆料長に就任。空爆長としては、空自の装備近代化を着々と進め、 ペトリオットの導入などに尽力した。また、東幕議長としては1986年に初めて日米共同統合式書演習を実施し、日米及び陸海空自衛隊の統合運用の基礎固めに努めた。ありがとうございます。